はい、お疲れ様です。東区湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回はですね、プリウスのですね、燃費に関することになります。はい、で、まあ、僕の知り合いとかでその20系とかあと30系ですね、最近、まあ、購入した方いらっしゃるんですけど、なんか燃費の方がリッター20キロなんか走らないっていうんですよね。で、まあ、なんか原因あるのかなという感じで、まあ、いろいろ辿ってったんですが、その大体僕が思うに、この、まあ、今から紹介する、まあ、5つの、まあ、原因っていうのがありまして、まあ、それからをですね紹介したいと思います。まず1番ですね。はい、でタイヤにですね空気が入ってないって感じですね。とタイヤの空気圧なんですが、最低でもですね 2.5 以上は入れて欲しいんですよね。で、まあ、20系ですと185、65、15、195、55、16で、30系ですと185、185、65、15で、195、65、15で、ツーリングで215、45、17とかね、あるんですけど、まあ、最低でもですね 2.5 以上は空気圧入れた方がいいです。で、大体ですね、そのまあ、それ以下になっちゃうと、そうですね、まあ、カタログ燃費に近づけるのはちょっと厳しいかと思いますね。まあ、ちょっとね、乗り心地は悪くなってしまうんですけど、まあ、プリウス買う理由っていうのはやっぱり一番の魅力は燃費ですよね。まあ、乗り心地とか、まあまあいい方がいいと思うんですけど、まあね、本来の目的は燃費ですから、だいたいタイヤの空気圧は 2.5 以上は入れた方がいいと思います。はい、それは第2ですね。2000ですね。はい、タイヤがですねエコタイヤじゃない。はい、でプリウスの場合、新車でですね購入しますと、大抵その車の最高の燃費を出すためにセッティングされたエコタイヤがついてます。はい、基本的にその新車で装着されたタイヤが一番燃費がいいです。はい、まあ、それですね、例えば購入するとなると、まあ、ちょっと厳しいものがありますので、まあ、大体同グレードのタイヤをまあカーショップとかで購入するような感じになるんですけど、例えば一番、例えばあまりタイヤにお金かけたくないなということで、そうですね、まあ、例えば4本で、何万円とかね、まあ、これ安いのでいいやっていうのはちょっと要注意ですね。最低でもそうですね、もうエコタイヤと名乗ってるもので、まあ、そのかすいません、転がり抵抗のラベリングというのがありまして、その AAA と AA と AAA ですね、最低でも A 以上のものを履いた方がいいと思います。はい、で実はですね、僕前ですね、このラベリングがないタイヤを購入しまして、そしたらですね、今までリッター25ぐらい走ってたプリウスがですね、もう大体18とか17とかですね、20キロ超えなくなっちゃいました。はい、でもう買ったったものはしょうがないので、もうしょうがないんで空気圧ですね3キロ近く入れて乗ってましたね。まあ、もちろんセンターからもうツルツルに減っちゃいましたけど、それでもなんとか20キロちょっと上回るぐらいですね。なのでプリウスのオーナーで、その、まあ、リッター20キロ以上走りたいっていう場合は必ずエコタイヤでラベリングが A 以上を選んだ方がいいと思います。はい、それは第3選ですね。はい、オイルがですねエコカー用じゃないと。エンジンオイルなんですけど、まあ、例えばディーラー任せだと多分そのちゃんとハイブリッドカーに適しているエコカー用のエンジンオイルをね入れてくれると思うんですよ。で例えば大体 0W20 とか大体それが基準になると思います。まあ、今ですと 0W16 とかね、もっとすごいサラサラしたオイルもあるんですけど、まあ、大抵今どこのお店でも 0W20 は置いていると思います。はい、で、まあ、実はですね、僕その試しにですね、
10W40 なんて入れてみたことあるんですよ。20プリウスなんですけど。そしたらですね、あのエンジン音と加速する時のエンジン音とかはすごい静かになるんですよ。はい。例えばあとエンジンがかかってる時とかですねは本当にすごい静かに感じます。まあでもですね、燃費がダメですね。もうリッターも20キロいかないです。であとアクセル踏むとやっぱ重いっていうか、もう加速しないっていう感じですね。まあいつもみたいに軽快にスーって走っていくような感じじゃないですね。本当にもうエンジンの回転が重いっていうか、もうアクセルが重いっていう、まあエンジンが重いっていう感じですよね。はい。なので、まあオイルは必ずもう本当にエコカー用、最低でももう 0W20 ですね。はい。それぐらいが基準だと思います。はい。それは第4選。はい。エアコン全開ですね。特に暖房ですね。冬場の暖房ですね。例えば30度に設定してあるとか、はい、特に暖房ですね、もう全開にしてしまいますと、その暖かい風を出すためにラジエーターの温度を上げなくてはいけません。なので常にエンジンが回りっぱなしになってしまいますので、ガソリンをかなり消費してしまいます。まあ、特に20プリウスの場合ですとそれがもっと影響あります。30系ですとその排気音、エキゾーストマニホールドですね、はい、そこの温度をそのラジエーターが通ってるので多少は20ほど影響は出ない失礼しました、影響は出ないんですけど、やっぱり30系でも冬場のエアコン特に暖房ですね、前回はちょっと燃費が悪くなってしまいます。はい。まあ、それと反対にハイブリッドカーの場合ですね、夏場ですねその最初まあチリチリに暑くなった車内を冷やすためには結構そのバッテリーを消費してしまいますけど、まあ、それ、まあ、ある程度冷えてしまえば、まあ、普通と変わらないっていうか、まあ、冬の暖房ほど燃費悪くなるってことはないです。はいはい。それでは第5選ですね、はい、メインバッテリーの寿命ですね。もうこれはもう最後っていう感じですね、はい、例えばタイヤに空気入ってない、空気入れた、エコタイヤじゃない、エコタイヤ入れた、オイルがエコカー用じゃない、もう 0W20 入れた、でエアコンも特に普通のにかけてるとっていうか、まあ冷房っていうかやってると、それでもリッター20走らないっていう場合はもう最後ですね。メインバッテリーの寿命っていうのありますね。まあ、大体新プリウスの場合ですね、新品で大体工賃込みで15万から16万って言われてます。でリビルトバッテリーですと大体まあ7万とか8万とかってまあ言われてます。まあそれもね、各まあディーラーとかショップによってね、多少は前後してするとしてしまうと思います。はい。でまあそれ以外ですと、まあその他ですね、まあ常にねアクセルガンガン踏みまくってるとかね、まあ昔走り屋やってたとかね、あと運転が荒いとかね、もうそういう例えば追い越し車線をガンガン走るとか、まあそういった乗り方ですとやっぱり20キロ超えるっていうのはね、まあ、もちろん厳しいと思います。はい。これからもいろいろプリウスの情報とか発信していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。